はい、皆さんこんにちは。ライズプランの武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。この番組では建設業界の様々な話題や部下育成の話、働き方改革の取り組み、仕事力を上げる考え方などなど、車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいております。なので多少の雑音につきましてはご容赦いただきたいというふうに思います。というところで本日も本題に入っていきましょう。今日の本題は何かと言いますと、ポータブルスキルと専門スキルというお話をしたいなというふうに思います。僕が最近覚えた言葉の一つではあるんですが、このポータブルスキルという言われるものと専門スキルというもの、これがね、スキルって一口に言いますが、実はこういうふうな大きく2種類のものがあるんだよっていうことがあるらしいんです。で、今回ねその辺のお話をさせていただいて、じゃあ施工管理をやっていく上で意識すべき点はどこなのか、そのスキルを手に入れるという観点で見たときに何を意識して仕事をしていけばいいのかみたいなところをちょっとね皆さんにお伝えしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本題の方に進めていきましょう。ポータブルスキルと専門スキルというものがありますと。でスキルには大きく2つあるんです。で、まあ、専門スキルって言われるとなんとなく分かりますよね。建設業の専門スキルは何ですかっていうと、例えば、まあ、施工管理であれば施工管理するスキルっていうのって専門的な知識じゃないですか。で建築の、そうだな、建設業を成り立たせるためにどういう手順で建物を建っていくのか、どういう手順で道路を作っていくのかみたいな、そういうものっていうのも基本的には専門スキル、他のところには流用できないが、建築においてはめちゃくちゃ重要なスキルになるんですっていうところが、まずはこの専門スキルと言われるものなんですよ。まあプログラミングとかね、動画編集とかね、まあ、よく言われるものっていうのはこの、専門スキルと言われるものなのではないかというふうに思っております。で多くの人はこの辺のスキルのことを大枠でスキルというふうに捉えていてですね、そこを学ぶことに注力しているというところもあると思うんですが、実は僕はですね、この専門スキルも確かに重要ではあるが、これからの時代においてはポータブルスキルというものの方が重要なんじゃないかなっていうふうに思いました。でじゃあこのポータブルスキルっていうのは何かっていうと、ポータブルって要は持ち運ぶことのできるっていうような意味があるんですが、持ち運ぶことのできるスキルのことをポータブルスキルっていうふうに言います。でもっと言うと、共通したどの業界でも通用するようなスキルのことをポータブル、要はどこの業界にも持ち運んでいつでも発揮することができるスキルのことをポータブルスキルっていうふうに呼ぶんだよっていう話です。じゃあもっともっと具体的なお話をしましょう。例えばですね、朝礼を行うというノウハウがあったとしましょう。この朝礼をやるということ、どういうふうな順番で進めていくのかっていうところは基本的には、専門スキルになります。だって朝礼をやるっていう、みんなをまとめて朝礼をやっていくんだっていうスキルって他ではなかなか使えないですよね。だからこれは基本本と専門スキルということになるわけですよ。じゃあこの中で、これをやっていく上でポータブルスキルは何かっていうと、人の前で話すこと、人の前で人がね分かりやすい言葉を使って堂々とハキハキ伝えること、喋ること、これがポータブルスキルということになります。何を隠そう、まあ、前も話しましたけど僕は、この朝礼っていうのをガチンコで人にどうやって伝えたらいいのかとか、人が納得するとかね、何だろうな、忘れずに覚えてられる限界とか、そういうものをいろいろ意識して朝礼というのを運営することを、注力した時期があったんです。それによって手に入れることができたポータブルスキルは何なのかっていうと、まさに今皆さんにこのように、人前で喋っている、まあ僕はカメラの前で喋ってるんですけど、こういうふうに、滞りなく皆さんに伝えることができるというスキルを僕は学んだわけです。これってね、何も朝礼だけで伝えるスキルではなくて、どこに行っても同じように、ポータブルに持ち運びながら使えるスキルじゃないですか。だからこういうポータブルスキルっていうものがあると、実はまあ仮に転職しようと、仮に仕事を辞めようと、仮に退職しようと、皆さんの力となってくれるスキルというのがこのポータブルスキルなんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあ、どちらが重要なのかっていうのは本質的には分からないんです。建設業にずっと居続けるんであれば基本的にはこのポータブルスキルも重要かもしれませんが、専門スキルがあれば生きていくことはできるはずなんですよ。ただし他のことをやりたいとか、副
副業を始めたいとか、もっと新しいことにチャレンジしたいってなった時には、このポータブルスキルの方がむしろ、大きく効いてくるんじゃないのかなっていうふうに思うんです。これをスキルというふうに認識するのかどうなのかっていうのはまあ別問題として、多くのどの業界に行ってもこの人仕事できるんだろうなっていうタイプの人っていうのはこのポータブルスキルっていうのをいくつか持ってることが多いなというふうに僕は感じます。例えば対人スキル、人とのコミュニケーション、相手から意見をうまく引き出す能力とか、顔と名前をすぐに覚えることができるようなスキルだったり、あとはまあ人前で喋るっていうのもそうですが、ファシリテーター、いろんな会議だとかを仕切っていろんな能力のその意見を引き出してまとめ上げるというようなスキルだったり、こういうものって施工管理をやるにおいては言ってしまえば当たり前に使っている、日々使っているスキルなんですよ。だからこそ、これをねスキルとして捉えていない人が非常に多くて、結果、建設業の専門スキルがないから自分は仕事ができないとかっていうふうに感じてしまう人が多いように思うんですよ。だけどそうではなくて、仮に専門スキル、建築業についての知識がなかなか、身になっていかないとかっていうふうになったとしても、このポータブルスキルっていうところを一生懸命磨くことによって、自分をもっと研鑽していくことができますよねと、でスキルを手に入れることができますよねと、例えばそうだな、予算の交渉能力みたいなものだって建設業界に別に限った話じゃないですか。全ての業種業態の商売において共通する、スキルということになりますよね。だからこそそれを学んでいこうという意識、これはポータブルスキルなんだ、これは専門スキルなんだっていうふうに切り分けることによって、スキルを意識することになって、そのスキルを意識することによって、スキルを自分の中にね、留めやすくなる、そして工夫をしてどん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 ね前に進んでいこうという意識が湧きやすくなるっていうところもあると思うんですよ。だから僕が今回言いたいのは何かと言いますと、ポータブルスキル、どこでも通用するような、いつでも持ち運んで自分の中に留めておくことのできるスキルというものは大切ですよと。で、当然専門スキルというものも大事なんですが、とにかくこのスキル、今皆さんがやってることによって、仕事によって業務によって、得られるスキルは何なのかっていうことを、考えながら仕事をするのと、ただなんとなく仕事をするのとでは、最終的に自分の手元に残るものっていうのは全然変わってくるよと。実は皆さん何気なくやってることでも、実は他の人はそう簡単にはできないようなことをやってのけている可能性があるんです。だからそういうものを意識して、この業務を行っていくことにより、皆さんの中にスキルというものが、スキルという言語の中でしっかりと根ざすことができるというのが、施工管理の中でね非常に重要な部分なんじゃないかなというふうに思うんです。これからの時代は集団で戦う、チーム戦で戦うという、協調性とか協力っていうものを意識した戦い方、組織戦ではなくて、どちらかというと個人、自分がどういうことができるのかっていうのを明確に歌えるのか歌えないのか、ここがかなり、生きやすさっていう意味では、鍵になってくると思います。何気ない中でもスキルっていうのはたくさんあるんです。他の人が簡単にはできないことをスキルと呼ぶならば、実は言語化さえすれば、それがどういうスキルなんだということを言うことができれば、皆さんには実は長所みたいなものはたくさんあるんだよということを理解していただき、今後のね、業務に生かしていただければなというふうに思っております。はい、ということで今回はポータブルスキルと専門スキルについてお話をさせていただきました。施工管理っていうのはね、多くのスキルを学ぶことができるんだよっていう動画、過去にもたくさん出しております。その辺をしっかりと意識をして自分の中でね、スキルを身につけて、次に生かしていただきたいなというふうに思いますので、今後とも頑張っていただければなというふうに思います。はい、ということで YouTube と音声配信の方につきましてはここでお別れということになります。ここからは現場ラボアカデミー限定配信ということで、もう少しこれを使って、じゃあ、この世の中にどういうインパクトを与えることができるのかみたいなところにフォーカスをしてお話をしていきたいというふうに思います。音声配信 YouTube の方に関してはここでお別れということになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日の配信でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全にということで、ここからは現場ラボアカデミーの限定